皆様こんにちは。住友不動産の原でございます。本日は A60C タイプ 2LDK または 1LDK プラスサービスルームのご紹介をさせていただきます。実際の家具や小物を置いた棟内のモデルルームとなっております。お部屋は5階にございます。それではこちらへどうぞ。玄関にはトール型収納がございます。お持ちの靴に合わせて収納していただくことが可能です。こちらには傘を入れていただけます。こちらが 10.5 畳のリビングダイニングになっております。窓の面積が大きく、躯体も外に出ているため窓周りがすっきりして開放感がございます。さらにこちらの方立てが収まっておりますので圧迫感が少ない設計になっております。またエアコンの位置もこだわり、窓への干渉を少なくすることにより窓の高さ幅を可能な限り大きくすることができております。リビング横の洋室は 5.3 畳になります。こちらの上杉の扉を開けていただきますと広いリビングとしてもお使いいただけます。下にレールがありませんのでお掃除にも困りません。閉めれば独立したお部屋としてもご利用いただけます。リビングと洋室の扉はソフトクローズになっております。こちらの 5.3 畳の洋室には天井まで高さを設けた大きなクローゼットがございます。こちらのキッチン下はとてもたくさん収納ができます。こちらのペットボトルもそのまま立てて収納することができます。すごくないですか？こちらのマンションはディスポーザーが標準仕様になっております。生ゴミを粉砕処理できますので三角コーナーに生ゴミを貯めておくことはありません。匂いも気にならず衛生的です。また食洗機も標準仕様となっております。キッチン横にはパントリーとしてお使いいただける物入れをご用意しております。パウダールームはキッチンの横にありますので家事動線の良い配置となっております。バスルームは1418サイズとなります。身長178センチの僕も足を伸ばしてゆったり入れます。バルコニーは奥行き 1.9 メートルもあり、とても広々としております。またミニシンクもございますので、ガーデニングをお楽しみいただくことも可能です。皆様いかがでしたでしょうか。シティタワーオイでは 3LDK、4LDK のモデルルームも建物内にご用意しております。皆様のご来場ぜひともお待ちしております。